中日ドラゴンズのドラニルーキー津田選手、大きく2軍で成長し始めているということで見ていきたいと思います。元スカウト部長である米村シニアディレクターがドラフトの前にですね、現時点では渡来選手以上トリプルスリーも狙えるスーパースターになる逸材ととても高く評価してドラフト2位で指名されました。将来性、そして体の強さ、この2つを高く評価されました。そして1軍キャンプスタートとなったんですけれども、右肩をですね、この帰塁の際に負傷してしまって、そこで離脱ということになってしまいました。そこからは2軍でのプレーっていうのがずっと続いていて、まあ、ルーキーイヤーの今年は1軍昇格が一度もありません。そして打撃では1割台、三振も非常に多く、守備でもミスが目立つという形で、2軍でもまあ本当に苦戦しているという状況でした。なのでファンの方々からは、まあ、ちょっとドラフト2位にしては期待外れなんじゃないか、こうした声っていうのもまだ早いですけれども結構上がってしまっている状況でした。ドラフト2位は12球団の中で一番早く指名できる権利があって、そして即戦力の、まあ、大学のピッチャーとかがかなり、まあ、多くいた中でこの津田選手を指名した、高い順位で指名しすぎたんじゃないかとか、まあ、いろんな声が上がっていて、やっぱりその背景には、こう1年目とはいえ、2軍での成績がなかなか上がってこないと、まあ、こうした状況がありました。そんな津田選手がですね、現在大きな進化を遂げていると、こちらを見ていきたいと思います。一時は2軍で打率が1割前半、そして三振率は 50% 近い数値と、まあ、本当にバッティング苦しんでいたんですけれども、大きく改善が見られました。トータルで見ても70試合の出場で2割2分1厘まで上がってきて、6盗塁の2つ失敗、出塁率2割9分4厘、OPS が581、そして三振率も 27% まで戻ってきています。そして9月だけで見ますと、打率2割7分3厘で三振はわずか2つしかありません。そしてツーベースヒットも2本出ていまして、持ち前のパンチ力っていうのもこのツーベースという形で現れています。まあ、最初は相当苦戦したんですけれども、まあ、ある程度こうプロのスピードであったり変化球であったり、まあ、こういったところに慣れてきたからなのか成績がちょっとずつ上がってきています。まあ、守備ではもともとショートという話だったんですけれども、サードでの起用っていうのが多くなっています。まあ、そしてサードでですね、守備率で見ますと9割1分4厘と、まあ、かなり低い数値で、守備賞で見てみましてもマイナスの数値にはなってしまっています。なので守備の確実性の部分っていうのはまだまだ課題は残っているんですけれども、バッティング面に関しましてはプロへの適応っていうのが少しずつ見られています。ポジションに関しては、まあ、ショートはちょっと厳しいかなっていう判断もあるかもしれないんですけれども、やっぱりサードだけでなくショート、セカンド、このあたりもこう守っていってほしい選手ですし、来年は守備、打撃ともにさらにこう2軍での成績っていうのを上げていって、来年の1軍昇格期待したいと思います。以上です。